こんにちは、南里穂です。今日はなんとテンチムさんとコラボします。テンチムです。よろしくお願いしますお邪魔してます、お家そうです、私の家になんとチム様が来てくれるという。お邪魔します。なんかあの、うん、先にテンチムさんの方でチャンネル撮ったんですけど、めっちゃ喋りすぎて、めっちゃ喋ったね、正直疲れたんですよ水さ、何も飲まずにさ、喋ってたからさ、マジ喉乾いたよね。テンチムさんの方のチャンネルでは、ほんまに今まで言ったことないようなこととか、うん、いや、そうそう、だから私逆にね、南里穂ちゃんのファンに見てほしいなっていうふうに思ったわ、ね。動画で見てるイメージと違うというか、なんかいろいろ砕けて話してくれたからこそ、いろいろ見てほしいなっていうふうに思ったので、よろしくお願いします。ということで、はい、こっちでは、相談ですね。なんか、ある相談。あります。本当にめっちゃあります。私、やっぱり、こう、いつも見てくださってるファンの方は分かるんですけど、叩かれがちというか。まあ、私も叩かれがちだから、安心してください。それで、炎上を良くするので、ジムさんのメンタルだったりとか、うん、そういう、なんていうんだろう。ものを学びたいなと思って、うんうん、今日はちょっといろいろ相談していきたいなと思います。はい、ぜひぜひ。まず、うん、まず、ないべ。私のチャンネル喋りすぎたからないべ。喋りすぎたんですよ。え、なんやろ、まあ、でもあっちで喋ってない。なんか立ち直り方じゃないけど、どう思うんですか。あ、立ち直り方ね。叩かれた時の立ち直り方。はい。叩かれてる内容にもよるけれど、なんか私は結構割と、2種類あって、はい、まず1個はなんか辛いじゃん、これが私でこういう風に発信してるのに、それをさ否定されたりバッシング受けると、うんうん、自分の存在意義とはみたいな、うんうん、私っておかしいのかなとか、うん、なんかなっちゃったりすると思うんだけれども、そういうことすら気にしないぐらいのなんかハマれるものを作る。やっぱさ、私もさ YouTube やってるから、コメントとか再生数とかでめっちゃ気分のアップダウンとか超したりするんだけど、私の人生なんかそれにとらわれてアップダウンしてたらなんかもったいなくないみたいな。 YouTube やるために生きてるわけじゃないよねとか、うん、都合よく脳内変換するというか、はい、そうだから里穂ちゃんも全部嫌なこととかも忘れられる何かにハマったりするのがいいのかなっていうふうに思うのがまず1個、うんうんうん、とあともう1個は立ち直る前に真剣に向き合う。今の自分とかっていうのはファンの人あっての自分なわけだから、ファンの人に感謝を伝えながら自分のいけないこととかをちゃんと洗って自分自身を見つめ直して立ち直るっていう、うんうん、割とこの2つな気がするかも。なんか先生の話聞いてる。マジでなりました。意外と私ちゃんと真剣に答えるから、こういうのめっちゃ真剣に言ってくれたから。そうでもなんかリホちゃんすごいなんかファン思いだなっていう風に私なんか話してて思ったの、はい、でもなんかそれが全然伝わってないの、もったいなくねみたいななんか全然確かに伝わってないでしょ。そう、だからなんかファンの人たちもなんか推しがいがあるとか、はい、推したいっていう風に思ってくれる存在、うんうんうん、になるためにも感謝の気持ちを不器用なりに伝えていくのがいいような気がする。うん、確かに私全然ね SNS やらないわけじゃないんですけど、うん、もっとストーリーとか更新しないとなと思ってます。ああそうなんだ。でもさ難しいよね、なんかさその仕事ってさプライベートってかインフルエンサーって難しくない、うん、普通の一般人だったらストーリーって多分めったに上げることないと思うんだけど、ね、ストーリーが仕事とかブランディングにもなってる部分ってあったりするじゃん、うんうんうん、でも例えばさ大きな仕事が決まったとか、うん、そういうタイミングがある時に感謝の気持ちを伝えるとかでもいいと思うけどね、うんうん、そうだから私とかは例えばプロデュースしてるカラコンが新宿出ることになったみたいな、みんなありがとうとか、はい、そういうタイミングとかで結構なんか伝えたりしてる。でもイライラはしないんですか。私めっちゃイライラするんですよ、書かれてんの見たら、うん、さあみたいな。え、逆にさその時ってどういう気持ちになるの。私は友達、うん、彼に見したり家族に見したり。マジで逆に。え、なんか私は自分の中にもう止めとくタイプ。あそう、なんか逆に自分が悪く言われてるのをあんまり知られたくないみたいな感じで、うん、自分の中でなんか隠滅するタイプ。そう、私めっちゃなんかちゃうやみたいな、肩書かれてんねんけど器みたいな感じで見せることです。あマジで。え、でも私はなんか割とマジで見当違いなことを言ってきたりする時あるじゃん、はい、うんうん、そういう時はもうサブアカ使う。サブアカで自演する自分のファンになりすましてるんで、すいません皆さん。コメントとかでも炎上した時って、うん、ファンの方が味方になって戦ってくれることあるじゃん。あるあるある、そうね。なんか身内ですかとか、なんか自演ですかみたいな、結構ね、そういうの書いてる。わかるわかる。でもね、私思ったんだけど、一回なんかすっごい叩かれた時に、自演ですかみたいな来たんだけれども、マジ自演じゃないのよ。うんうんうん、だから、何やっても自演っていうふうに言われるんだったら、自演しろって。自演そうそう。何やっても自演やろっていうふうに言うから、あ、じゃあなんかやっといた方が得かなみたいな。紛れとこうみたいな。そうそう。なんか全然超はたからの意見だけど、りほちゃんのファンっていっぱいいると思うのね。でも、
南里帆を応援してますっていう風に言いづらい環境になっちゃってるっていうのはあると思うのよ。あ、でもね、それちょっと考えてたんですよ。うん、それなんでやと思います？これはなんか私も近しいのがあって、一回なんか大きい炎上した時に自分のファンの子がいいコメントを残してもやっぱファンの子も叩かれちゃうし、ペンジム好きっていう風に言いづらい空気をやっぱ自分からやっぱ作ってたんだよ、その自分の行いから。そうだから、なんか里帆ちゃんまあ、その応援してくれてるファンのためにも感謝の気持ちをまずファンに伝えるっていうのは絶対大事だと思うし、この子だったら応援したいっていう風に思ってもらえるような空気作りじゃない？そうですよね。アカウントなんか3個ぐらい作ればわかんないけど、作って作ってあのファンの子が言いやすいように、そう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 、あのファンを装う、ファンを装うでもなんか私はなんか里帆ちゃんのいいところってブレてないところっていうか、別に悪いことしてるわけでもないし、こういうなんていうの強い部分っていうのはめっちゃいいことところだと思うから、まあ、難しいけど自分らしくやって、うん、で応援してくれてる人には感謝の気持ちをちゃんと伝えるってことをやってれば、きっと応援してる側もこれからも応援したい、応援してよかったっていうふうにやっぱ思うようになるんじゃない？うん、なるほど、うん、どう思う？そう思ってなくね真剣に聞いてるんですよ。いや、その私たち、あの、テンチブさんと会うのが3、4回目ぐらいなんですけど、そうだね、そうだね。まあ、昼のランチ してても、うん、やっぱなんか私とこう、経験値が違うなっていうか、発言する一つ一つが、責任感がありはる人やなと思って。確かに責任感はあるかもね。すごい話聞いててね、ずっと思ってたんですよ、前から。マジで？どう？で、あとね、あの、テンチブちゃんは、生の方がほんまに可愛い。あ、マジで？でもさ、今日微妙じゃない？私なんか昨日さ、眉毛アート行ったからさ、おじゃる丸みてえじゃね？でも全然馴染んでますけどね。ほんとに？なんかほんまにやっぱり、うん、こう、テンテレさやから見てたんで、ありがとう。一線で活躍してる人ってほんまにやっぱちゃうなと思って、すごい、実物すごい綺麗な。え、でもなんか私もなんか実物の方がいいっていうふうに言われるの、うん、だけどさ、スマホで撮ってるじゃん。じゃそれですよ、絶対私もさ、もっとさ、頑張ればいいのにさ、なんかもったいないよね。私も実物の方がやっぱ可愛いと思うんだよね、自分で。え、そうですよね、うん、思う。多分男性とかがおる、例えば、まあ、飲み会やったとしても、うん、え、天地も可愛いって絶対思ってる。マジで本当に。ないよ、それさ、普段可愛くないやつ見てじゃない言い方間違えたんですけど動画、あの YouTube のこう、うん、前髪こんなん上げて、あ、これね、はいはい、こうやってるイメージが強いから、確かに確かに、実物めっちゃ可愛いやってなると思う。え、マジで嬉しいね。私超どうでもいい質問なんだけどさ、はい、前髪伸ばしたいのよマジで話変わって申し訳ないんだけど、え、こう今の方がいいじゃないですか。今それをもうちょっと分散させるみたいな、シースルー、シースルー、え、いいじゃないですか、ほら。いや、もう絶対思ってないよ。え、思ってる思ってる思ってる。え、絶対こっちの方がいい。本当に。じゃあ私終わるまでこれで出るわあと数分みたいな。え、ね、どれくらいでさ、そのくらい前伸びた？伸びるもなんか早いんで、1ヶ月ちょっとあれば、例えばそこまで来てたとしても、うん、これぐらいになったんです。マジで？え、じゃあこれくらいからここまで伸ばすにはどうすればいい？はい、切りたくなるけど、もうひたすら我慢。半年ぐらいでなると思います。分かった、半年ね。長え半年。でも耐えるわ。本当にイケてる？この前髪。え、可愛いですよ。絶対思ってない。待って待って、え、何型でしたっけ？ AB。 え、やっぱり。え、何何何 AB や、うん、え、何やっぱり、いや、AB。 だからか、話しやすかったり、なんかちょっと落ち着くなっていう感じがありました。マジで？無言でもなんか別に気まずくない。あ、そうだね、そうだね、感じが。え、超意外。でもなんか納得。 AB 叩かれやすくない？そうなんや。え、わかんない、叩かれやすくない？私たちが作ってるんですか？変わってるっちゃ変わってるんかな。いや、変わってるって言われますね。だよね、だよね。あとはなんかさっきも絶対思ってないじゃんって言われたけど、本当私プレゼントとか例えばもらった時とかも反応あんまり、あー、そっちね、はい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 、はい、私はオーバーリアクションで逆に嘘くさいって言われるえ、でもそれってよくないですか？私憧れますもん、ね、本当に。いや、やってみてよ。じゃあ誕生日おめでとう。めっちゃ可愛い、ありがとう。脇もしか持ってない。え、しか言わない。一回ちょうだい。え、テンチブさん、これ誕生日プレゼントです。え、やばいやばい。え、ありがとう、超可愛い。え、待って、これ耳？え、ね、この耳やばい、超可愛い。え、しかもめっちゃ使いやすそう。え、3段階で。やば、これ伸びるんだ。え、ありがとう。え、絶対使う。超可愛い。撮影してほしい。え、するする、これ絶対使う。え、可愛いからこれちょっと。自撮りしていい？え、いいです。ありがとうございます。はい、えてか、まず、声がめっちゃ通って逆にこれ、近所迷惑大丈夫？私の声え、すごいわ、すごいです。でも、そんななんかわざとらしいと思いませんか？マジで？でもさ、いいよね。なんか、りほちゃんって好き嫌いはっきりしてるじゃん、この人の。でしょ？なんか、それが分かりやすいのが逆にいいよね。私は、多分、テンチムさんの性格上、誰とでも全然仲良くなれると思います。
天竺さんが優しいもん。え、そんなことないよ。でもやっぱ心の中では合う合わないっていうのは自分の中であるけれども、その場の空気は絶対に収めるような感じにするから、だから逆に私嫌なことも嫌っていうふうに言えないタイプなのよ。だけど絶対嫌っていうふうに言うじゃん。それがめっちゃ羨ましいって思う。あ、じゃあ例えば彼氏のじゃあ、うん、男友達が自分がめっちゃ嫌な女の子でした、その子連れてくるって言ったら別に何も言いませんじゃん。耐える。はあ、そう、うん、私が嫌なだけで、この人が別に彼氏とかが嫌な思いさせられたわけじゃないから、まあ、いっかっていうふうに自分の中で抑えるけど、でも嫌だよねっていう。え、うん、言う？言いますね。なんて？頼んだ無理。こんばん、こんばん。私ほんまに性格いい方ではないと思うんですよ。ひねくれてるとかまで思うけど、めちゃくちゃ性格いい、今に私とか思わへんから、うんうん、自覚ありなんだそこは。あ、全然あるですね、でも性格悪いんじゃないんだわ、自分をちゃんと持ってんだわ、それマジ大事。このまま突っ走っていこう。私も言いたいもんね、あの女無理って。でもなんか当時私がその YouTube 始める前、ね、2、3年前とか見てた時は、うん、好き嫌いはっきりしてるんやろうなみたいな感じで、うんうん、多分普通にあの無理とか言うそうな感じだったけど、知り合ってみたら、うん、人の悪口は基本言わへん人だよなっていうのはめっちゃ分かりました。人に興味がなくて、例えば彼氏ができても彼氏にも興味がなくて、そう、致命的なのね。逆にいろいろ自分だけすごい興味ありますみたいな感じだから、距離が近い人からすると悲しい気持ちが多いかも。親友とか例えばおったとしても、うん、連絡基本取ったりとかしないですか？あ、連絡取ったりするけど、なんかもうマジで私のオナニーって感じ。面白い話あるから聞いてくんないみたいな。だけど向こうから聞いてっていうふうに言われたらオッケーって言うけど、あんまり聞いてないっていうタイプ。最悪。でも性格あるあるじゃないですか。あるあるあるだよね。なんかほんまに携帯とかいじってたら、本当に今聞いてないよねってよく言って、彼にも言われます。え、だよね。しかも、うん、携帯いじり始めたら本当にもう興味ないよね。わかるわかるわかる。飲み会とかで携帯とかを触り始めると、あ、もう帰りたいんだろうなっていうふうに思われる、周りから。あー、わ、うん、かります。そう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 。だって面白くねえから携帯いじってんだよこっちって感じじゃない、うんうんうん、ね、面白くねえんだもん、それは携帯いじってる方が楽しいわ。え、でもそう、そう、あ、でもまだ顔に出ないんですよね。出ない。私若干顔に出ますもん。機嫌悪い時とか生理前とか、うん、だいぶ年齢重ねてマシになったんですけど、うん、もうちょっと若い時とかはやばかったです。マジで？まだ若いじゃん。27でしょ。27。え、若いじゃん。やめてよ。27で年重ねたって。いやでも、もう29？今やだ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 。いやいや、まだまだですよ。でも20、もう今年8になるんで、うん、なんかやっぱそういう感じますよね。25、まあ、アラサーじゃなかったと。感じる感じる感じる。なんかでも多分それはさ、いろいろさ経験したじゃん。経験値から多分そういう風になってんだろうね、うんうん、そうなのかな、うん、でも自分貫いてほしいわマジで。これからもなんか、はい、うざい女にはうぜえっていう風に言ってほしいし、はい、なんか嫌なことは嫌だっていう風に言ってほしい。それが多分いいところ、うんうんうん、マジで本当頑張って頑張ります、うん、なんかゆるい感じで。いや、マジゆるすぎたけど大丈夫？質問とかさ、1、2個ぐらいしかなかったけど。全然してないよ。あとはなんか AB の話とか。そう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 。じゃあ、私のチャンネルで喋らせすぎたわ。私のチャンネルでもなんかいろいろ悩み聞いちゃったからなんか。そうそう。こんな感じで、はい、皆さん第2弾とかも期待してください。よろしくお願いします。天地部さんのチャンネルの方も絶対チェックしてみてください。よろしくお願いします。さよなら。